放送席、見事1安打完封勝利の涌井投手に伺います。本当に見事なピッチングでしたね。そうですね、まあ、久しぶりに満足できました。でもノーヒットノーラン惜しかったですね。そうですね、まあでも今まで勝ってなかったんで、まあ、今日勝ったんで別にいいです。でも意識は少しはあったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、6回ぐらいからずっと、まあ、意識してて、で8回ぐらいになって、ホワイトさんとホワイトさんとかにいろいろあと6人だぞとか言われたんで、まあ、それでなおさら意識しました。それにしてもまあ最後は1本打たれましたけども、今日一番手応えを感じた良かったところ、ご自身はどこでしたか。まあ、やっぱまっすぐが、指にかかってたんで良かったと思います。相手はソフトバンク打線好調でしたけども、試合前はどういう意識だったんでしょう。まあ、やっぱり3番4番が調子良かったんで、その2人をとりあえず抑えようと思ってました。その中でも本当に今日は素晴らしいまっすぐ、ご自身でもおっしゃってましたが、この後にも十分こうつながっていく投球だったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ5月になったんで、また、次は意識せずに、まあ、しっかり投げたいと思います。チームとしても3連戦の初戦という意味、交流戦最後のカードという意味でも涌井投手の好投大きかったですね。そうですね、まあ、いい流れで来てるんで、まあ、明日も勝てればいいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。見事なピッチングでした。涌井投手に伺いました。